皆さんこんにちは、愛吉でございます。風が強い。ここは道の駅豊橋でございます。風が強い。今日天気がいいからちょっとブラッと浜名湖でも行こうかと、こういうふうに思っていたんですけれども、いざ出てみれば非常に天気はいいんですけども、非常に風が強いですね。やっぱり休日と同じように走れませんね。車が非常に多い平日は。やっぱり産業の幹線道路ですからね。ね、新型コロナウイルス何のそのっていう、そういう感じですね。企業活動は止まりません。そういえばトヨタ自動車、高岡工場でしたっけ、コロナ感染者2名、3日間、ラインを止めて、消毒に入る、こういうふうに報道されてましたね。どんどん増えてますよね、今愛知県は。大丈夫ですか。皆さん、手洗いの励行やってますか。親指をぐにゅ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 やって、爪の間を手のひらでぐちょ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 やって、手の甲もやらなきゃいけないんですよ。手の甲もきちっと落としてますか。それと手首ちょっと難しいですね。服が濡れちゃいますのでね、本当に服まくり上げてやらなきゃいけないですね、手洗いというのは。私ね、今先日キャンプ行った時に、行く前にですね、雨が降るかもわかんないということで、防水のスマホホルダーを買ったんです。ダメですね、防水のスマホホルダー。一応私の携帯 6.8 インチだもんですから、大きなやつ買ったんですけれども、もう中にちゃんとですね、スマホが動かないように、スマホの形を作って、スポンジを入れてやったんです。で、スマホはちょうどど真ん中に来るようになったんですけれども、雨降りはいいですよ。まだ気候の寒い時は。今日ですね、さっきもガソリンスタンドでスマホを取り出したんですけど、スマホは暑いんですよね、すごい。放熱ができないもんだから、今画面真っ暗ですよ。さっきまでナビ出てましたけど。これちょっと放熱考えなきゃいけないですね。放熱考えると雨入っちゃうじゃないですか。皆さん注意してください。スマホホルダーの防水は夏はダメ、春からダメですね。熱が逃げない。以前ですね、スマホホルダー、防水じゃないやつ、むき出しのやつ、もうですね、真夏になるとですね、熱暴走しちゃってダメなんですね。本当に風防のないやつだったらいいかもわかんないです。私これ風防ついてますので。
夏は風防外さなきゃいけないですかね。はい、ここから静岡県でございます。湖西市、風が強いな。臭い、ここは。ちょっと潮見坂でナビ見てみますかね。これどっから降りればいいのか、どっから降りるようになってるのか。海が見えます。白波が立ってますね。風強いですから。まあ昨日ですね、妻がスマホデビューしたんです。もう半日以上もう妻に付き合っていたもんですから、もう疲れました、昨日は。もう帰ろうかな。風が強くて帰るかも分かりません。ちょっとね、うわ、諦めようか今日は。暑い、スマホが暑い。うわ、手で触れんぐらい暑いっていうか、そうじゃないですけども、触れますけども、すごい暑いですね、スマホが。なんかアイスなんかなんか入れとかなきゃいけないですね。アイスなんて古いですよね。お、ヤギがいるじゃないですか、ここ。黒いヤギが一生懸命草食ってますよ。よいしょ。ちょっとヤギ見に行きましょうか。はあ、あれ、まあ向こう行っちゃったか。浜松一周しようと思いましたけれども、あまりにの風の強さで断念をしました。で、先ほど豊橋道の駅を出発して、次の道の駅で、ちょっと考えようと思って、寄ったんです。で、やっぱりやめようともうこのまま帰ろうかなと
思ったんですけれども、ちょうどバイクはハーレーの方が一緒になりまして、ハーレー乗りの方と、どこから来られたんですかって言って聞いたら、豊川だと。で、どこ行かれるんですかって言ったら、餃子食いに行くと。あ、浜松まで餃子食べに行かれるのかと思いまして、じゃあまあ私も後ついて行っていいですかって言って言ったら、いいですよとで、まあ一緒に餃子食べようかなと思います。今ついてると、ここの前のトラックの前に、今走っておられます。ずいぶん若い方ですけどね、若い人ともお話をしなくちゃいけないです。年配はタイヤが太いですね、あのハーレー。いい音してますね。時々聞こえるんですよね、馬が走ってるようなパッカ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 っていうの、鉄馬っていうんです。だからここですか。餃子の匂いしますね。もう。餃子を食べて、美味しい餃子でしたね。四角い餃子です。本当にエビが入っていたり、いろいろお肉が入っていたり、いい美味しい餃子でした。前の方がですね、到着して話をしていた。今私が行ってる会社の同僚の息子さんでした。すぐ電話をされて親父さんと話を しました。たまたまお会いしたと、餃子一緒に食べることにしたという、まあそういうことになりまして、本当に奇遇です。眩しいな、信号が見えないや。それではこの辺りで皆さんとお別れをしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。